マイクラのワンハントやってみたー。皆さん、今回はマイクラのワンハントというゲームをしていきたいと思います。まあ、めちゃくちゃ簡単に言うと、サバイバルしながらの鬼ごっこです。ルールは逃げる人が2人で鬼も、2人の2対2です。で、逃げる人の勝利条件は、鉄のツルハシを手に入れることです。範囲は結構狭くて、その範囲から出なかったら、どれだけ深く掘ってもでも OK です。はい、早速始まりました。ちなみに今回は自分は鬼側です。こういうのって逃げる側の視点か、面白いんじゃないのかだぜ。なんで逃げる側の視点じゃないのかにょん。速攻でやられたからだよ。見つけた。これは逃したらいけないねー。絶対に倒してやるからちゃんと、マリサとヨウムは見てなさい。フラグ回収ならねえかななんだぜ。フラグ回収来てほしいにょんねー。なんで誰も応援してくれないんだよ。そっちの方が面白いからなんだぜ。面白いからにょん。あれこれ泣いていい？って言ってる間にもう少しで倒せそうなんだけど、よし1キル入りましたー。洞窟まで来ましたよ。こんなとこにいるのかだぜ。それがいるんですよ。やべ本当にいないのかもしれない。あいたよかった。間違えた。やっぱりいた。鬼の仲間がもう先に行ってるから早く行かなきゃ。相方ーくっそ敵はそこそこ強いようだな。オラ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 って待って、やばくねー。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。うわあ、間違えたー。何を間違えたんだぜ？間違えてマグマにダイヤの剣捨てちゃった。何してんねん。